トンデル・ワイド・オータグル・コウイチの今日も元気は、熊本放送で平日9時12時20分に放送されているラジオ番組、通称トンデル・ワイド、1993年4月放送開始。投稿では、1981年以降、オータグル・コウイチが担当していた1972年開始の午前ワイド・ RKK モーニングダイヤル。 1985年から1993年にかけ放送され、大田黒がメインパーソナリティを務めていた全身番組、ダイヤルワイド今日も元気。および、当番組をベースとした単発の特別番組、夜のよかばい話、大田黒博士一長ワイドデビュー40年、記念元気でよ、かばからい。に関しても表記する。大田黒光一がパーソナリティを務めていた。 午前のワイド番組、ダイヤルワイド今日も元気。オリニューアルし、彼の冠番組として1993年4月、開始。なお、大田風呂はさらにはそれ以前に放送されていた、モーニングダイヤルにも出演しており、彼にとって、RKK ラジオでの3本目の午前のワイド番組となる。原則平日には放送されているが、毎年1月2日3日は、 東京箱根カム復大学駅伝競争、中継放送のため、放送休止となる。防災の日にあたる9月1日は、防災の日特別番組が編成されている場合、放送時間が短縮される。RKK モーニングダイヤル等ダイヤルワイド、等トンデルワイド等2018年のオ田タロ長期、療養時の代理2021年3月末現在、熊日ニュースは、 RKK のニューススタジオから、同局の当番アナウンサーが伝えるが、諸事情で、同局アナウンサー職の者が、代理出演をする場合はこの限りではない。ネルソン・ランジェル、レガッタ・デリオ・モルタ、セクシー・ギャラクシー・夜のよかばい話は、2013年10月12日から、翌13日にかけて放送された、特別企画、RKK 開局60周年記念、明日が、 R パーク明日が、R、ラジオも R、32時間ほぼ生放送の中で放送された番組。通常放送されている、よかばい話のスピンオフという位置づけで、深夜番組であることを活かし、普段の放送では話せないような下ネタを話題にしたり、土曜日午後のワイド番組、土曜だ、エゴシだ、のリポーター、サタピン隊隊長の泉田達也とエゴシ哲也が、 夜のサタピンタイと称して、熊本市内のアダルトショップにラジオカー、ミミー号で出向きリポートを行った。この際、サタピンタイは、アダルトグッズを購入しており、戦術の水上清野が2021年現在、使用しているムチも、この際に購入されたものである。大田黒博士一長ワイドデビュー40年、記念元気でよ、カバからい、は、2021年4月に、 大田黒が朝ワイド番組への出演開始から40周年を迎えることから、それを記念し2021年3月14日に放送された特別番組。司会進行は、飛んでる、ワイドでコンビを組み、同局テレビの、週刊山崎くんの MC としても共演していた、江上広子が務め、スタジオゲストとして、モーニングダイヤル時代のメインパーソナリティである、斎藤誠一と、 ダイヤルワイド及びトンデルワイドで長らくコンビを組んだ香山真理子が出演。その他事前収録のコメントでダイヤルワイドで共演していた堀田智成トンデルワイドを立ち上げた元ディレクター、番組スポンサー及び元ミ耳ミキャスターを代表して重光み枝が出演した。番組内では学生時代に落語研究会に所属していたというオ田黒による創作落語や 大田黒によるリサイタルが行われ、番組終了後には、当時の熊本放送社長、上野敦氏から感謝状が贈呈された。2015年3月まで20年以上にわたり9時12時で、あったが、次は枠番組、塚原真希子の含みみラジオとの引き継ぎや全国ネットの帯番組の兼ね合い変更されたかつて、同局テレビの週刊山崎くんの MC としても共演していた。 柏山ヤケツの産休、育休入りに伴う暫定体制。2021年3月は水上。4.7月は丸い。5月は可能。6月はおサフネが担当している。火、水、木が月担当。大田黒の語り。1985年から1995年にかけて小松十三が担当していた午後のワイド番組内のコンプレックス枠。 三時です、日産です。のコーナーだったもので、1988年頃から録音されたもの。2021年3月26日までは、氷川清キヨのタイトルであった。2013年3月まで同枠では、純喫茶、谷村真嗣をネット。2021年3月14日放送の特別番組、元気でよ、カバからい。で数十年ぶりに流れた。 余談だが、同時期、RKK ラジオでもネットワークしている、JRNK 番組のネットワーク CM において、同じテーマ曲を使用する、テレビ番組、噂の、東京マガジンの放送が地上波から BS へ移行になる、胸の告知 CM が流れており、当該曲が BGM として使用されていたため、一時的に、RKK ラジオで、当該曲を聴ける機会が多くなっていた。 この当時は報道制作局、報道部所属。YouTube での配信開始時には、ライブカメラの都合上顔が映り込むため、顔がマスクで覆われていたが、工場からの紹介とともに、画面上においても素顔が明かされた。しげみつ産業が展開する味鮮ラーメンのマスコットキャラクター、ちいちゃんのモデルとなった人物。以前は、そのちいちゃん名義で、 飛んでるワイド内で流れるアジセンラーメンの CM を読んでいたことがある。公式ツイッターアカウントのツイートタンドラワイド懐かしい写真を発掘。週刊山崎くん初期の頃です。大田黒さんふっくらパンパン。ツイッターより2021年3月21日閲覧。タンドラワイド今日は水上清野様がお休みだったためピンチヒッター福島恵美アナウンサーでした。 曲紹介が丁寧ですねというリスナーさんからのご指摘にレギュラーメンバーはみんな手を胸に当てたことだと思います。ツイッターより2020年10月24日閲覧。タンドラワイド3級に入る柏山ヤケツちゃん今日が最後のオンエアでした。大田黒さんからの予感、バイパワーをしっかりもらったので暗算間違いなし。ツイッターより2021年3月21日閲覧。 タンドラワイド、さて、明日からいよいよ大田タグロさんがいない飛んでるワイドが始まります。明日、明後日はバッテンジョージさんに入ってもらいます。どんなことになるんだろう。責任者としては不安と期待です。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。タンドラワイド、大田タグロさんがお休みの最初の1日が過ぎました。今日、明日はバッテンジョージさんが ピンチヒッター。僕も初めてお仕事をさせていただいたのですが、肩の力が抜けたかっこいいダンディーな方でした。明日は、おさふねなおみさんとバッテンジョージさんの組み合わせ。どんなことになるのでしょう。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。タンドラワイド。いやー今日は、柏山ケツちゃんと、吉田秋夫アナのコンビでしたが、番組後半になるにつれ、ケツちゃんが、 マシンガントークになりました。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。タンドラワイド、思いのほか、思いがけなく、予想外に、ことのほか、ほんわか放送になりました。笑いきよの様の懐の広さと、無邪気な棚網穴が、ベストマッチングしてしまいました。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。タンドラワイド、 今日のパーソナリティは、黒木義弘さんと、丸井順子さんでした。番組の途中、花を摘みにいらっしゃった、水込清のお姉様が、スタジオに寄ってくださり、さながら、パンは、いや、パンドラの箱を開いたようなまか不思議な世界になりました。清のお姉様、ま、ありがとうございました。笑い。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。 タンドラワイド、さあ今週は飛んでる、ワイド女性ウィークの始まりです。オサフネナオミさんに、賑やかな個性乱れる W 女性陣が絡みます。先頭バッターは、カノーマイちゃんでした。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。タンドラワイド、大田黒さんが、お休みでしたので今日まで、オサフネナオミさんが、母となり姉となり、 アシスタントパーソナリティをリードしながらトンデルワイドを盛り上げてくれました。感謝です。リスナーの皆さんの温かいメッセージにも本当に救われました。皆さんありがとうございました。ツイッターより2021年3月21日閲覧。タンドラワイド今日のスケットは村岡明子さんでした。昔ラジタマスターと時から僕は一緒だったのですが何一つ変わらない明子ちゃん。 彼女の優しさが伝わったラジオ番組になったのではないでしょうか。来週火曜また登場です。おさふねさんからお互い勉強させてもらいましょう。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。タンドラワイド、今日まで、大田黒恒一さんは、お休み。村岡明子ちゃんも2日間、カバーしてくれました。ツイッターより2021年3月21日、閲覧。 タンドラワイド、いよいよ明日、大田黒さんの生ワイド40年の特番です。大田黒さん最初で最後の YouTube 製配信に向け、いつものスタジオも特別仕様になっております。明日午後1時から1時間じゃ足りないかも。Twitter より2021年3月14日、閲覧。その他視点、ありがとうございます。